なんだろうな、国のためにはやってないよね、公のためには、国民のためにはやってないよねっていう、なんだろう、どうせあれでしょ、ネットではあのこんなことして政治利用するなとかどうせ言うんでしょ、どうせあのなんだろう、国民で騒いだとしてもそれは我々の意見をないがしろにする気かみたいな。まあ、はっきりしてほしいなとも思いますし、なんかもうちょっとこう国民にちゃんと話をするべきなんじゃないかなと私は思います。権力者というか、ね、上の人がそれをやっちゃうとね、周りの人がみんな困るんじゃないかなと思います。昭恵夫人の100万円とかなんとかいうのは、あれはまあ両方から聞かないと分かんないですよね。だけどその土地の不正収得みたいなの、8億円だかなんだかが変わっちゃったっていう、それはちょっとはっきりしていただきたいと思いますね。あの財務省とかに書類があるならばちゃんと出していただきたいと思いますけど。法律上なんか安倍夫人、あの安倍夫妻さんっていうのは私人らしいんですけども、我々から見たらもう完全に公人ですよ。公人であるべき以上、まあ応じた方が、そりゃ国民が納得するかどうかっていうんだったら、そりゃ応じた方がいいでしょうし、そこにいや、あれは私人ですからとか言って、それはなんだろうね、保身っていうんですかね、